こんばんは。日和スタイリング真船めぐみです。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。気になる今日のテーマはこちら、骨格診断タイプ別おすすめカジュアルジャケットを選ぶコツ。ナチュラルタイプ。カジュアルなジャケットが一番似合うのはナチュラルタイプの皆様です。オーバーサイズだったりウエストに絞りがないデザインはカジュアルになりますので、おしゃれに見えますよ。襟が太めのデザインになったり素材が厚くなってくると、よりおしゃれ度が増していきます。ぜひ試してみてくださいね。ストレートタイプ。ストレートタイプの皆様はお仕事に着ていけるような基本のジャケットが一番得意になっていきます。丈が長くなるだけでもカジュアルに見えますので、ぜひカジュアルダウンしたいときは試してみてくださいね。いや、もう少しカジュアルダウンしたい、そんな時にはサイズ感やデザインの基本は変えずに丈を長めにしたままで、襟の形とボタンをカジュアルにして少しダブルのデザインでカジュアルダウンさせてみました。こんな風に選んでいただけますと失敗なく選べますので、ぜひ試してみてください。ウェーブタイプ。ウェーブタイプの方はジャケットあまり得意ではないですので、似合う要素を足していきましょう。短めの袖にしたりボタンをパールにすると女性らしさが出て、より似合うようになりますよ。甘めのデザインが好きではない、そんな方には薄手素材にしていただいたり華やかな柄にしていただくと似合うようになっていきます。ウェーブタイプの方はハイウエストを示したいのでボタン位置が高めで、下の方にボタンがついてないものを選んでいただきますと似合うデザインに出会えますよ。ぜひ試してみてくださいね。はい、いかがでしたか。骨格診断のタイプ別で似合うカジュアルなジャケットもこんな風に変わっていきます。ぜひあなたに似合うジャケットを手に入れていただきまして、今年の秋冬はカジュアルジャケットも活用してみましょうね。骨格診断って何？私に似合うものはどんなもの？おしゃれになるってどうしたらいいんだろう？お得に大人可愛くなる秘密を動画下の詳細欄の方から皆様に無料でお届けさせていただいておりますので、ぜひご登録お待ちしております。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たいという方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それでは本日の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメントお待ちしております。チャンネル登録はこちらから、前回の動画こちらになります。こちらも合わせてご覧になってください。 Thank you.